白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館でご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。
しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンゴなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館でご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。
は魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカなど、ニシン、キュウリンゴなど1日に15キログラムから10キログラムの餌を与えています。したがっと南側の生活通路は浜松の名古屋市に停車してご来館いただき、皆様どうぞご了承ください。オーロラの繰り返しにご案内を申し上げています。名古屋高専
ベルーガニ、ホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリウオなど、1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5トン、メスは 4m、 1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別の白いルーガと呼ばれ、体の色が白く見えるようです。ご案内を申し上げるし、生まれたばかりの名古屋港水族館の文字単身船に冷暖をいたします。成長するにしたら北端の南端の冷暖通路の皆様、どうぞご了承ください。魚、エビ、栗林、ご案内申し上げます。生物を食べていると名古屋港水族館は5時30分に閉館いたします。北館と南館の連絡通路は間もなく5時に閉館いたします。皆様、どうぞご了承ください。May I have your attention, please? The walkway between the north and south building will be brought down quite often. When you wish to see the other side of the aquarium, please make your way there for the open lobby. Thank you. ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、1.5トン、メスは4m、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガの形まで白色が保つことで、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリウオなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。みんな嫌われたね。ベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5トン、メスは 4.5m。 ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。だからね、そうは言っといたけど、ベルーガは別名で白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。あ、オイラン鏡見てくるの忘れた。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。一番右側のね、ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類
と行き、ベルーガを寄せれば魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカなど、ニシン、キュウリイモなど1日に15kg から20kg の餌を与えています。ベルーガは野生です。
少し分解しているように見えます。火曜日、火曜日っていつも言ってるけど、ベルーナは別名、白いビワとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーナは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーナは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーナにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリなどの1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。遊び方が悪い。名古屋港水族館でご来館いただき誠にありがとうございます。大物の海ではベルーナをご覧いただいています。そういうパターン。ベルーナは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5メートル、 1.5 トン、メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーナの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーナは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。見たよ、見たよ。しかし、生まれたばかりのベルーナは濃い灰色をしています。あ、やっとるやっとる。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーナは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーナにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンゴなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館でご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーナをご覧いただいています。ベルーナは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、 1.5 トン、メスは4メートル、1トンにもなります。
Beautiful.